引退記者会見での元横綱日馬富士関の発言が問題の本質を物語っている。平幕貴ノ岩関への暴力の動機を、後輩力士の礼儀を正すことは先輩としての義務、後輩を思って叱ったと説明した。怪我を負わせた暴力を愛の鞭と正当化したかのような発言で、各界の根深い暴力体質がうかがえる。複数の関取を抱えるある親方は、弟子への殴打を封印しているが、体と体で激しくぶつかり合う力士は衝撃に強くなければならない。本当はぶん殴ることも必要だ。各界では、弟子が師匠を、親父と呼ぶだけに、親が息子を叩いて何が悪い、と祈る親方も多かった。ただ時代は大きく変わっている。続き